ステファン・シミッチは、チェコのサッカー選手。チェコ代表。ハイドクスプリと所属。ポジションはディフェンダー。プリエドル出身で、セルビア人の父と、ザグレブ出身で、クロアチア人の母との間に、プラハで生まれ、6歳の時に、SK スラビアプラハの下部組織に入る。その後2012年より、ジェノア CFC に1年半所属した後、AC ミランに移籍した。 2014年夏にセリエ B のバレーゼカルチョ SSD に期限付き移籍。シーズンを通して17試合に出場した。2015から16シーズンは怪我のため序盤を欠場した。その後、HNK ハイドクスプリトへの移籍が決まりかけるが、フィリップ・メクセスが怪我をしたためその代役としてミラーに残留した。2016から17シーズンは、 ジュピラープロリーグのロイヤルエクセルムスクロンに期限付き移籍。2017年8月31日、FC、クロトーネへ期限付き移籍した。2018から19シーズンは、ミランに復帰し、L のメンバーに名を連ね、F91 デュドランジュ戦に出場した。2019年1月24日、フロジノーネカルジョに期限付き移籍。ありがとうございます。